だ。誰ですか？私よ。マリサ、なんだ霊夢か。びっくりしたぜ。今回はトラウマレベルの怖すぎる心霊写真5000よ。トラウマレベルってやばいな。それはよっぽどだぜ。そうよ。最近白黒の写真が多いということで、ご意見をもらっていたので、カラーも今回は多いわ。白黒は白黒で雰囲気あるから、苦手なのぜ。しかし今回のは何か違ってるということか？そうね、トラウマ度が上がってるわ。トラウマ度って。とりあえず私は無事に終わればいいと思ってるぜ。あっ、霊夢ところで昨日、1000人記念の特別企画を更新したのぜ。本当にあった怖い話を私が、語ってるんだぜ。ぜひこれを見た後に、私の怖い話の方も見てほしいんだぜ。おお、宣伝ね。マリサいつもより、全然気合が入ってたからね。そりゃそうだぜ。メインパーソナリティだからな。ラジオみたいに言うわね。最後に、余分に廃墟の写真出すとかなんだか意気込みを感じたわ。もともとこのチャンネルは、私の怖い話から始まってるんだぜ。いつしか霊夢の心霊写真が始まって、気づいたら乗っ取られたんだぜ。あら、心外な発言ね。乗っ取ってないわ。ただ心霊写真語るのが楽しくてついついメインになっただけよ。そうなのぜ。なんかたまにうんちく多すぎて、クレーム来てるぜ。調子に乗ってるんじゃないか？調子に乗ってないわ。お調子者とは言われるけど、これはもともとの性格だからしょうがないわ。まあいいぜ。また企画では私が話したいのぜ。それはどうでしょうかね。ところでそろそろ年越しね。年末年始もこのチャンネルは休まず更新するつもりよ。いつもより更新を増やすかもしれないわ。そうなのか。じゃあお付き合いいただける人は、ぜひ見てくださいだぜ。来年も怖さマシマシで行くわよ。マシマシって、二郎系ラーメンみたいに言うな。二郎系といえば、大阪のラーメン二郎と言われているラーメンが好きですが気になっているわ。ラーメンが好きです？それが店の名前なのか？そうよ。ちなみにこんな感じで、ラーメンにかなりの定評があるわ。うわわ、うまそうなんだぜ。私、糖質制限中でラーメン控えてるんだからな。あらそう？それは残念ね。難波店のこんな写真も出回っているわ。何これ？本当にこんなにもやしもりもりなのか？ってやめてくれ。糖質制限中だって言ってるだろ？そうね、それじゃあそろそろ始めましょうか。今日も最後まで、ゆっくりしていってね。一枚目の写真はこれよ。おお、小さい子がなんかいっぱいいるな。幼稚園か？そうね。これは投稿者が幼稚園の時の集合写真らしいわ。この一見平和そうな写真に恐ろしいものが写ってしまっているわ。確かに平和だな。普通こんなに園児がいたら、じっとしてられない子がいて、先生がその子を、捕まえて写るなんてのがよくあるよな。私はそういうタイプだったのぜ。マリサ、先生に捕まえられたタイプだったのね。まあそれはそうと、どこにヤバいものが写ってるかわかる？これは難しいぜ。集合写真って手が写ってるとか多いんだが、これは人が多すぎて大変なんだぜ。この写真に写ってるヤバいものは手とかではないわ。もっとヤバいものよ。子供たちの左後ろを見てみて。なんか目みたいなものがある気がするぜ。後列左から2番目のこのすぐ後ろだな。そう、その通りよ。拡大してみるわ。ええ、目だな。たまたまそう見えたって感じでもないぜ。そうね、人間の目がはっきりと片目だけ写ってるわ。実はまだ2つあるの。ええ、それはやばいな。目がまだあるってことか？そうよ。一つ目は真ん中のここよ。うわ、本当だ。さっきと同じような感じだな。そしてもう一つは端っこのここよ。これも目だが、目つきが怖いぜ。一体なんでこんなに目が映ってしまったんだ？霊能者が言うにはここの自爆霊だそうよ。睨んでいるのは、何かあるとのことよ。なんだその思わせぶりは？もし睨んでるのが園児なら、触れてはいけないものに触れたとか、どかしてはいけないものを落としたとかありそうだよな。そういう線もあるわね。自爆霊だから、ここの場所がもともと怨念のこもった霊のいるものだった可能性もあるわ。ああ、あれだな。元墓地。墓地を移転するのも考えた方がいいぜ。ともあれこの子たちに何もないことを祈るわ。そうだな。先生たちも子供が飛び出しても、そっとしておいてやってくれ。大人になったら、私みたいに落ち着くもんだからな。マリサ、落ち着いてないわよ。次行くわ。これは、ダムの近くで女性が一人で撮った写真よ。大きいダムだな。ダムってなんだか雰囲気があるぜ。そうね、ダム建設現場の揉め事は昔は、よくあったからね。いろんな人の思いが錯綜しながらの建設が多かったらしいわ。まあそうかもな。それでこの中にヤバいものが映ってしまったわけだな。今のところ、後ろで立ち丸しているおじさんが気になってるくらいだな。立ち丸？また下品ね。右の後ろの人のこと？そうだぜ。それしかいないだろ。もうこんなとこでやめてほしいよな。それよ。この写真のヤバすぎるものは、ええ？この人なのか？それにしては、はっきり映りすぎてないか？そうなの。これははっきりと映りすぎてるわ。
拡大すれば普通の人じゃないことがわかるよ。それ、何これ？顔がないのか？首が伸びてて、顔の部分がないのぜ。そうね。これは顔が消えている霊の姿よ。何か伝えたくて映り込んだと思うの。立ち丸なんて言ってごめんなさいだぜ。マリサ、それはまずいでしょ。霊に完全に恨まれるわ。ひぃ、許してくれだぜ。ところで、ダムがやっぱり関係してるのか？そうね。これを見た霊能者は、ダム関係で命を失った人ということよ。顔がないのは、おそらく首を切られたままの状態で、放置されていて、マルタイも発見されてないだろうって。ええ？それはやばいな。つまりこの霊は、マル人事件の被害者なわけだな。そうなるわね。だからこうして姿を現して、マルタイを見つけてくれと訴えてるんだと思うわ。そして現れたらマリサに、立ち丸してるって。これは完全に呪われたわね。ひぃ、そやないぜ。ちゃんとお詫びします。そして体見つかることを願ってますだぜ。次はこの写真よ。子供が宿泊施設みたいな場所で、寝るところだな。こんな小さな子が友達とお泊まりってすごいな。マリサ小さい頃は幼稚園お泊まりってなかったの？最近では結構多くの幼稚園が宿泊するのよ。私の時代はなかったぜ。そんな小さな子をわざわざ宿泊させなくてもいいだろうと思うぜ。これは親の要望が多いらしいわ。我が子を宿泊させてたくましくしたいわけだな。そういう親もいるかもしれないけど、違うらしいわ。子供が泊まってる間の、静かなひとときを楽しみにしてるからって理由が多いらしいわ。なんじゃそや。まあ気持ちはわかるような気もするな。って霊夢話それすぎだぜ。この写真のヤバいとこだろ。そうね。ヒントは真ん中の女の子だけ、違うところを見ているでしょ？ああ確かに。拗ねてるのか？ぷいって。違うわ。この子がはっきり見えてるかは不明だけど、違和感のある方を見ているの。それがヒントよ。見えてるって？じゃあこの子の視線の方をたどれば何かいるってことか。万歳の男の子の周りには何もないな。じゃあミッキーのパジャマの子は、うわ、首のところに何か顔のようなものがあるぜ。そう、その子の首の後ろに映るはずのないものが、映ってるわ。拡大するよ。うわわ、子供の顔だな。子供の首に後ろ向きの顔がついてるぜ。これはこの子についてる霊のようね。この宿泊の後に、家に帰ってから、原因不明の高熱がしばらく続いたそうよ。それも霊の仕業なのか？そうね、強い力のある霊の場合そういうことも起きるわ。それはかわいそうだな。霊がついてしまった原因はわからないんだな。どこかで連れてきてしまった可能性もあるけど、この真ん中の女の子にはもしかしたらわかっているのかもね。きっと霊感強い子なんだな。将来はこんな感じになるのかもな。いや絶対もっとマシになるでしょ。おう、霊夢義母さんディスったな。それはやばいぜ。義母さんも品があるけど、さらに品がある子になりそうって意味よ。気にしないで。さすがだな。さらっと自分のうっかり発言を交わすとは。次の写真はこれよ。心霊写真としてはとても有名なものよ。古そうだな。なんだかこの人たち同じような数珠みたいなものをしているぞ。これは同じ宗教の人たちの集まりで、撮れてしまったものよ。ああ、納得だぜ。全員真顔だもんな。狩猟かなんかということか。そうね、ここには2体の怖いものが、映ってしまったの。一つ目はすぐにわかるわ。そう実は、すぐにわかってしまったんだぜ。右端に女の子のような、人形みたいな顔があるよな。そうそこよ。これは拡大しなくても大きいから、わかるわね。この子はこの中の親戚の霊のようね。親戚の霊か。じゃあ狩猟に一緒についてきてしまったというわけだな。なぜついてきたんだろう？それはよくわかっていないの。ただこの宗教自体も不明で適当なことは言えないから、皆さんのご想像にお任せするしかないわ。ただもう一つはここの自爆霊のようなの。ここの自爆霊か。この中にだよな。わからないぜ。そうこれは難しいわ。これは上の木の中にあるわ。ここよ。おお、確かに顔がいびつで少しモンスター感があるけど、見つけるともう霊にしか見えないぜ。この霊はここにいたわけだけど、カメラマンはカメラに写真を収めた時には、2体ともいなかったと発言しているわ。写真を撮ってみると、そこにいたのか。もしこの子供が見えてたら逆に怖すぎると思うけどな。最後はこの写真よ。これは中学生くらいの女子だな。4人で楽しそうにはしゃいでいるな。ああ。マリサ、何？これ中学生だろ？おそらくこの4人は修学旅行だろ？当たったか？ああ。また。マリサ、おいおいさっきからどうした？いや4人って何回も言うもんだから、それを言われちゃうと、ややこしいなって。ん？ 4 人じゃないか。3人女の子が前にいて、もう1人がふざけて後ろからおんぶだろ？今回ヤバいものはまさにその子よ。ええ？この後ろの子が霊なのか？あからさますぎないか？そうなの。拡大してみるわ。うわ。よく見ると、目が黒くて怖いな。これが霊だったとは。怖いでしょ？後ろからおんぶしている感じね。
これは京都で撮ったものなんだけど、霊能者によると、この霊はここにいる浮遊霊で、時代で言うと、幕末から明治くらいの女性じゃないかということよ。幕末明治か。なんとなく世の中が乱れてたっぽいからな。成仏できない何かがあったのかもな。そうね。幕末は特に京都がテロ行為が横行して、その舞台の中心になっていたのが京都なの。これは、うんちく先生の兆し。池田屋事件、寺田屋事件などが有名ね。残虐な晒し刑だったり、とにかく治安が乱れていた京都では、弱い立場にあった女性、子供も、無事では済まなかったのかもしれないわ。るろうに剣心で有名な京都大火では、アップローに剣心。やっと知ってるフレーズが出たぜ。京都の中心市街地にあった建築物はほとんどが消失してしまったの。金門の変での戦闘に敗れた長州藩兵が、ちょっと霊夢。もういいぜ。心霊写真解説をしてくれ。あれ？霊夢のその時歴史は動いた変じゃなかった？違います。続けてください。それでこの女性もなんとなく、目の黒い感じが火事を思わせなくもないなって。ああ、それが言いたかったのか。よかったぜ。ちゃんと関係ある話で。もちろんわかってやってるわ。とにかくこの女性の霊の成仏を願うわ。今日はここまでよ。どうだったマリサ？ああ、確かに後味悪いものが多くて、トラウマになりそうだったぜ。ふふ。マリサいいリアクションね。これだから心霊写真はやめられないわ。人のリアクションを楽しんでるな。性格悪いぜ。それでは次回も、ゆっくりしていってね。視聴者は見つけたのコーナーよ。すっごい久しぶりだな。このチャンネルはもう終わってしまったのかと心配になったぜ。終わらないわ。だって結局私は怖い話が好きだし、どんなに間が空いても結局紹介せずにはいられないの。視聴者さんもコメントで待っててくれたしな。それで久々の視聴者は見つけたはどんな写真なんだ？これは前回紹介したトラウマレベルの怖すぎる心霊写真10選パート11の峠からよ。ああ、これは覚えているぜ。登山中の夫婦な。男性の足が膝ごと消失してしまうという痛々しいやつなんだぜ。ここにこんなコメントが書き込まれていたわ。なになに、男性の頭の上に顔だって。顔ねえ。もしかしてこの白い丸い部分だろうか。そうね。そこを拡大してみるわ。なんとも妖怪のようなおぞましい顔なんだぜ。木の中でここだけ白いし、視聴者さんが指摘するのもうなずけるんだぜ。そうね。もしかしたら大自然の中でお亡くなりになる方のものかもしれないわ。山の中にそのまま、とどまり続けてしまう霊もいるって以前紹介したからね。山の中か。いろいろ想像しちまうじゃないか。でもこれは違うぜ霊夢。わかっちまったぜ。正体が。何？なんかまたくだらないこと言って怖さを紛らわせようとするんじゃないでしょうね。こだまだな。もののけ姫に出てくるやつ。却下ね。出直してきなさい。はい。